形も食感も個性的なオクラ。肉と合わせると旨味とボリュームがアップ。メインのおかずになりますよ。地球って綺麗ね。ところでこのロケット変わった形ね。あなたロケットにもなれるのね。私が料理したらどんな姿になるのかしら。オクラと豚肉のさっと煮。オクラの下処理がポイントよ。オクラはヘタの先を少し切り落とし、ガクの部分を薄くむきましょう。オクラをまな板に並べて塩をふり、手で軽く押しながら転がします。産毛が取れて口当たりが良くなるわよ。水でさっと洗い、水気を切ります。生姜は薄切りに。だしと調味料、生姜を入れ強めの中火にかけます。煮立ったら豚肉を1枚ずつ入れましょう。肉の色が変わったら少し寄せて空いたところにオクラを加えます。中火にし、時々オクラを返しながら3分ほど煮たら出来上がり。短時間で煮るのでオクラは色よく、肉は柔らか。だしと肉の旨味がたっぷり染み込んだオクラを楽しみましょう。ビギナビー。独特の食感が特徴のオクラ。傷みやすいので新鮮なものを選びましょう。鮮やかな緑色で、表面に細かい産毛が密集しているものが新鮮。ヘタの先や角の部分が黒ずんでいるものは避けましょうね。長期保存したいときは固めに茹でて水気をしっかり拭き取り、保存袋に入れて冷凍しましょう。2週間ほど持ちますよ。オクラって不思議ね。さっきはロケットかと思ったら今度は星形よ。意外とロマンチックなお野菜なのね。オクラと鶏肉のニンニク炒め。オクラはヘタの先を切り落とし、ガクの部分を薄くむき、板ずりしたら水で洗いましょう。ペーパータオルで水気を拭き、斜めに切ります。にんにくは薄切りに。鶏肉は余分な脂肪を除き、筋の多いところに切り目を入れましょう。半分に切り、一口大のそぎ切りにします。塩、胡椒を振ります。まずはにんにくを炒めます。焦がさないよう弱めの火加減で、薄く色づいたら火を止め、油を切るだけでカリカリに。最後に料理に散らすと風味がアップしますよ。にんにくの香りがついた油で鶏肉を皮から3分ほど焼きます。鶏肉に8割ほど火が通ったら、ペーパータオルで油を拭いて、オクラを加え3分ほど炒めましょう。酒を振って塩コショウを入れたらさっと混ぜるのよ。器に盛ってニンニクを散らしたら出来上がり。ガツンとくるニンニク風味とオクラのシャキシャキ感を楽しみます。